カフ県は、モルドバ南部の県であり、カフル県並びに、カグル県とも呼ばれる。県とはカグル。2014年1月の人口は12万4700人。376年、フン族がローマ帝国のダキアに侵入し破壊した。1425年から1447年の記録に、クリハナベチェ、マンタ、バレニ、スロボジアマレ、ラルガノーアの集落が残っている。 1770年8月1日、第一次ロト戦争の中で、カフコの近くでカグルの戦いが起き、ロシア帝国が勝利した。1812年、第三次ロト戦争の結果カフ県を含むベッサラビアは、ロシアに割上され、住民のロシア化が進んだ。ロシア人、ウクライナ人、ブルガリア人、ガガウズ人が入植した。1856年、 クリミア戦争の結果この地域はルーマニアに割上された。1878年、ロト戦争の結果この地域はロシア帝国に割上された。1917年、ロシア革命によってベッサラビアはルーマニアに割上された。この地域はカフ軍の中心になった。1940年、独ソフ化新条約によってベッサラビアはソ連に占領された。 1991年、モルドバが独立し、カフ郡が設置された。2003年、カフ県が設置された。カフ県の地勢図カフ県は、モルドバ南部に位置する。カフ県には、ジュルジュレシュティと呼ばれる地域があり、当該エリアは、同国の自由経済区となっている。この場所は、モルドバ最南端に位置し、ドナウ川の下流部に接することや、同国唯一の水運港。 ジュルジュレシティ方があることでも知られている。北から時計回りに,に接する。標高は北のティゲチ高原が約240メートル、ドナウ川で約5メートルである。都市化率は31.9%。2010年11月28日のモルドバ共和国議会選挙の結果2010年の県議会選挙。ありがとうございます。